こんにちは、サラです。各 SNS とオリジナルコスメブランドミラジュムもぜひよろしくお願いいたします。ということで今回はジルスチュアートから新作のアイシャドウが出ましたので、前出たバージョンと比較しながら全色レビューしていきたいと思います。まず2022年の1月7日に発売されたこちらのブルームクチュールアイズなんですけど、カラーバリエーションが今現在 1,2,3,4,5,6,7,19,20 の9色展開。パッケージを開けますと鏡とチップが2本ついてて、真ん中がシマーブライトカラー、ちょっとツヤ感のあるやつですね。周りのアイシャドウも透けツヤ感がある仕上がりで、今回登場したブルームクチュールアイズジュエルドブーケが2023年の8月4日発売で、カラーバリエーションが全部で6色で、6番が限定になってます。で、パッケージの見た目はさっきのブルームクチュールアイズとほぼほぼ一緒なんですけど、新作の方が偏光パールが入ってます。で、開けますとこちらも鏡とチップがついてて、真ん中が宝石のような輝きのジュエルブリンクカラー、この左側がフィット感を高めるスフレブライトカラーで、その他3つが華やかな彩りのブーケカラーになってます。透明感のある仕上がりはこちら、きらめき感発色があるのはこちらっていう感じです。なので今までこれを使ってて、なんか新作って何が違うんだろうと思った方はぜひ参考にしてみてください。あとよく見るとですね、真ん中のカラーのサイズ感も新作の方が小さくなってて、色と色の間に区切りがついてます。これは仕切りがない分、この色と色を混ぜ合わせてこう繊細な色の重ね使いとかができるタイプで、これは質感が違うカラーが入ってるから多分区切りをつけたんじゃないかなと思います。はい、そしたらブルームクチュールアイズの7番と新作のジュエルドブーケの2番腕に塗って比較していきたいと思います。上がブルームクチュールアイズの7番、下がジュエルドブーケの2番です。こうやってね、腕に塗ってみると結構違います。ジュエルドブーケの方がラメ感がたっぷり、ブルームクチュールアイズは真ん中がクリームみたいな質感、ジュエルドブーケの真ん中はクリームタイプじゃなくて普通のラメシャドウで、こちらのカラーが押すとね、ふにふにするぐらい柔らかいです。で、他のカラーは硬すぎず柔らかすぎず、普通のアイシャドウのテクスチャー。はい、全色並べるとこんな感じ、 1,2,3,4,5,6 です。ジルスチュアートってブルベカラーのイメージが強いと思うんですけど、今回ブルベもイエベもバランスよくカラー展開されてる気がします。はい、 1,2,3 番を塗るとこんな感じ、はい、では1番と2番を半分ずつ塗っていきます。次3番と4番塗っていきます。
はい、次5番と6番を塗っていきます。前色塗った感じ、偶数の番号2、4、6番がこの奇数の番号に比べてこのキラキラ感がすごい可愛い。この真ん中のキラキララメの使い方でもっとねキラキラにしたりとか逆にナチュラルに仕上げたりもできるのですごく使いやすい。で、発色もニュアンスカラーがちょうどよく配置されてるのでそんなに締め色を濃く使わない人にもぴったり。ちなみに私のお気に入りカラーは1番と2番です。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ぜひ気になった方はチェックしてみてください。チャンネル登録と Twitter とインスタもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。